ようやく出来上がりましたトンプですけど、まあ、思いのほか時間がかかりまして、ピアノが2パートあって、それでちょっと時間かかっちゃったっていうのがあるんですね。なんでエレピと生ピアノと2つ入っていて、それの、まあ、耳コピーも含めて、ちょっと時間かかってしまって、ようやく出来上がったんですけど、いかがでしょうか。でシンセの方はプロフェット6の方が活躍してますね。でメロディーとかはこっちの、プロフェット5にはないハイパスフィルターというのがあって、こういう感じで、これちょっとかけて、こんな感じで、なんて感じでやってますね。あとはイントロとかはこっちのプロフェット5で、こんな感じでやってます。あとは苦労したのが、間奏にあるポヤポワって音ね、これがオクターブ、ベンドでオクターブ下げて、ほんでピュッて離すとオクターブ上がる、元の音に戻るんだけど、これをこうやって早くやると、まあレコーディング通りになるんだけど、果たしてレコーディングはどうやったか分かんないんですけど、まあほぼほぼ近づけたので、まあこれは新たな発見でしたね。まあ、こんな感じでまた、曲を録音して、録画して、その解説もちょっと交えてやっていきたいと思いますので、また今後も楽しみにしておいてください。またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた。